はい、速稼塾の久保です。この YouTube のコーナーっていうのは非常に大事になってきます。だいたいね、稼ぐ方法ってビジネスをするのか、投資をするのか、情報発信をするのか、この3つに絞られてくるんですよね。その中で情報発信というと、やっぱりね、 YouTube を使わない手はないです。 YouTube っていうのはそれぐらい人が集まりやすいメディアなんですよ。本当にね、実際にやってみるとこんなに人が見てくれるものかってことをやっぱ実感します。ただ最初から見てもらえるわけではありません。最初はですね、見てもらうことがなかなか難しいんですよ。それこそ再生数が1とか2とかね、5とか10とかってことになります。でもそういう時って、いや誰が見てるか分かんないかなって恐れちゃうもんなんですよね。大丈夫です。1万人、10万人、20万人、30万人、40万人見られてる私でも特にね、なんてことはありません。街で声かけられることもありません。ただこの YouTube を見てくださってる方っていうのは、他の動画も見たいなっていうふうに思ってくださるんですよね。これが本当に、ありがたい YouTube の仕組みなんですよ。で、いろいろと YouTube のことをね、語ると長くなっちゃうんですけども、 YouTube によって情報発信しなければあなたは誰にも気づかれないんですよ。誰にも気づかれないってことは当然ですけども、商品売れませんよね。そうなると八方塞がりなんですよ。ビジネスをやるっていうふうなことを申し上げました。ビジネス、投資、 YouTube、 情報発信ですね。ビジネスをやろうと思ったら必ず集客しないといけないんですよ。じゃあ集客どうするんですかってことですよね。今ちょっとしゃっくり出ちゃいましたけど、すいません。集客をするんだったらどうするんですかってことですよね。ツイッターで拡散すれば集まるんですかね。インスタグラムですかね。どうなんでしょうかね。私は人が集まる一番単純な方法は YouTube だと思います。ですんで、速稼塾の中では YouTube を激推ししてます。まあ、それこそね、ビジネスをするのに、もしくは会社勤めや店舗を勤めてるのに YouTube をしないっていうのは、これすでにですね、仕事の半分をやってないようなもんだと私はそのぐらい思いますね。せっかく YouTube っていうのが無料で使えるわけですから、ぜひね、 YouTube をどん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 活用していただきたいと思います。それでは、YouTube がどのぐらい大事かってことはね、これからも伝えていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。